アンスラックス、アンスラックス、アンサラックスは、アメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド、米国東海岸を代表する HR、HM バンドの一つ。1980年代にデビューした、メタリカ、メガデス、スレイヤーと並んで、スラッシュメタル四天皇、ビッグ四の一角に君臨した。現在は、スラッシュメタルのジャンルにどまらない、独自の音楽性によって、世界中に、 多くの支持を得ている。1981年、ニューヨークにて、スコット・ヤンとダン・リルカによって結成される。メンバーは流動的ではあったが、ニール・ダービン、ボーカル、ダンスピッツ、ギター、そしてチャーリー・ベナンテ、ドラムスの参加によって、ほぼ固定化された。当時の音楽性は、他の多くのメタルバンドと同様、ノイスブームをアメリカ流に解釈して表現したものであったが、 そこにニューヨークパンクの雰囲気を加えることにより独自の音楽性を確立していった。1983年アルバムフィストフルオブメタルでデビュー。全米ツアーを行う。ところがメンバーとの確執によってダン・リルカが脱退。さらに歌唱力にやや難のあったニールも解雇される。公認のベーシストにはバンドのローディを務めていたフランク・ベロがボーカルには 実力派、ジョー・イベラドナが加入した。新ボーカルのジーイは、豊かな歌声と、正確な音感に裏付けられた、優れた歌唱力の持ち主であったが、それだけが彼の持ち味ではなかった。アメリカ先住民、いわゆるインディアンの血を引くジーイは、ステージ上でもインディアンの衣装や飾りを着用するなど、強烈なアイデンティティを見せつけ、バンドのフロントマンとして、存在感を発揮した。 バンド全体としても、この時期、その音楽に、ファンクやインディアンのビートを取り入れるなどして、新しいスタイルの構築に成功した。これにより、バンドは、後に登場する、ミクスチャーロックの先駆的な役割を果たすことになる。1991年には、ヒップホップグループのオス、パブリック、エナミーと共演し、シングル、ブリングザノイズをリリース。 ヘビーメタルとヒップホップという異なるジャンルを見事に融合さ、ラップメタルという新たなジャンルを開拓した。しかし、1992年に上位が脱退してしまう。友好的な脱退とする報道がある一方で、上位の内向的な性格に問題があったとも言われている。後任にはアーマードセイントからジョン・ブッシュを引き抜いて加入。アーマードセイントは、 正統派ヘビメタルバンドであり、前任の上位と比べると、ジョンのボーカルはスレートでより、ヘビメタル前としたものであった。しかし、ちょうどこの頃から、時代の中心は、ヘビメタルから、彼らがその宣伝をつけた、オルタナティブミュージックへと移行し始める。その結果、彼らの音楽性は時代に翻弄されていくことになった。ジョン加入後最初のアルバム、サウンドオブホワイトノイズは彼らが持っていた。 攻撃性とモダン、ヘビネスを融合させた作品で、ビルボードのアルバムチャート7位という、バンド史上最大ヒットとなるものの、1990年代中期以降は、メジャーレーベルが彼らとの契約を切り、バンドは地道な活動に終始せざるを得なくなる。この間にダンスピッツが脱退。後に、ロブ・カジアーノが加入するまで4人編成で活動を行う。2005年、 上位と段が復帰し、1987年のアマングサ・リビングリリース時のラインナップで活動を再開。2006年10月14日にはラウト・パーク・レイロックで来日を果たすが、翌年には再び上位と段が脱退する。2007年、アンスラックスはスリップノット・ストーン・サワーのシンガーであるコリー・テイラーと共に新曲の制作に着手する。 このコラボレーションは最初は遊びとして始まったが、徐々に真剣なものになり、一時はコリーが正式なメンバーになる可能性も取り沙汰された。2008年、新ボーカリストとして、ダンネルソン、X、ディシプリンなどが加入し、ロブ・カッチアーノも復帰、一夜限りの来日公演も開催された。2009年、7月にダンネルソンが脱退。バンド側は、 何の病気を理由の一つに挙げているが、本人はこれを否定している。これにより、秋に予定されていたニューアルバム、ワーシップミュージックの発売は延期となり、急遽ジョン・ブッシュに協力を仰ぎフェスティバルのスケジュールを切り抜けた。2010年5月に上位が2度目の復帰。これにより、ジョン・ブッシュはお役御免となり、アーマード・セイントに戻る。同年夏には、メタリカ・メガです。 スレイヤーと共にセビック4ツアーを行った。2011年延期していた21年ぶりに上位が復帰したアルバムワーシップミュージックをリリース。2013年1月にロブ・カジアーノが脱退。カジアーノは翌2月にボルビートに加入した。同年に行われるライブツアーには代役としてシャドウズ・ホールのリードギタリスト ジョナサン・ドネーズが参加し、同8月に正式加入。2016年、5年ぶりのアルバム、4オール・キングスをリリース。彼らのバンド名は、英語で、炭素菌を意味する、アンサラックス。この名前は、結成時に、スコットラが、百科辞典でたまたま見つけた単語であり、アンスラックスという語感やスペルから、これはメタルだ、と感じられたことから、バンド名に採用されたものである。 しかし、このバンド名が2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ以降続発したアメリカ炭素金事件によって不意にクローズアップされる事態となってしまう。メンバーは取材時にはその件についてはジョークを飛ばしてはいたが、一時はバンド名の変更を考慮するほどこの事件にショックを受け、公式にバンド名変更を検討することを表明した。すると、 他のアーティストやファンからバンド名を絶対変えちゃいけない。そのままにするべきだと激励の声が上がった。あるライブの楽屋でたまたまで会った元、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントからも本当にバンド名を変えてしまうのかいと真剣な表情で心配されたという。そんな励ましの声に押される形であるイベントに出演した演奏はなかった際にメンバー揃いの俺たちは バンド名を変えないと書かれたつなぎを着て現れ、正式にバンドの解明をしないことを表明した。その後、炭素菌事件は収束した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。